こんにちは、映像ブースの中林と申します。今回映像ブースで特にご注目いただきたいのが新製品カラーエッジ CG279X でございます。こちらは27型 HDR 対応のカラーマネージメントモニターでして、11月2日に発売されたばかりの新製品になっております。特徴としましては HDRPQ 方式とハイブリッドログガンマ方式のガンマカーブを搭載しておりまして、手前の前面ボタンからカラーモードで HDR のカラーモードを標準搭載しております。さらに従来からの進化ポイントといたしましては、筐体のデザインをかなりスリム化軽量化いたしまして一新いたしました。次に紹介しますのは、今回当社のブーステーマがですね、 4K HDR ワークフローということで、 4K HDR の制作の、撮影の段階、編集、VFX 制作、最終のカラーグレーディングに至るまで、このすべての工程を支える映像ソリューションをご紹介しております。その中でも注目いただきたいのが、カラーエッジの HDR 対応 4K シリーズでございます。まずはじめにカラーエッジプロミネンス CG3145、 こちらはですね 31.1 型、最大輝度が1000カンデラまで出る HDR リファレンスモニターですので、 HDR の正しい明るさや色を確認できるモニターとなっております。さらに映像ブースでは放送向け、グレーディング向け、 VFX 編集向けのそれぞれをグッと支えるソリューションをご紹介しております。放送向けのソリューションとしましては、放送編集ソフトウェアエディウスと連携したモニターコントロール機能というものをご紹介しております。こちらは従来手動で切り替える必要のあったモニターのカラーモードがエディウスのプロジェクト設定から自動で切り替わるようになりますので、作業を一気に効率化できるおすすめのソリューションでございます。ぜひブースでご体感ください。今回インタービーの映像ブースにご来場いただいた皆様だけの特典としまして、こちらの映像オリジナルの英語ノートをお配りしております。こちら先着順でして数がなくなり次第配布終了いたしますので、ぜひお早めに映像ブースの方にお越しくださいませ。映像ブースの詳細、製品の詳細などは当社のウェブサイトをご覧ください。ありがとうございました。